マ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様、こんばんは、ヘイテンくんでーす。本日は埼玉県春日部市にあります、春日部プラザ、来てます。もうね、毎度毎度、またとか言うな、仕事がねえんだよ、仕事くれ、まあしょうがない。でもね、相性いいですからね、今、ただいま、春日部プラザ、シャッター閉まってるけど、閉店じゃないよ、まだ、閉店前ね。春日部プラザ4連勝でね、調子に乗ってる、乗りに乗ってるということでね、今日も多分勝てると思います。では早速行ってみたいと思います。入店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 。はい、では早速店内の様子を見に行きたいと思います。もうね、札刺さってますね。上3つ上2つ鬼武者、お鬼武者横綱確定だい、刺さってる。鬼になるか？まあちょっと、まだ時間もあるんで、もうちょい、見てみたいと思います。お、すごい。エウレカセブン、あんないっぱい出てる。すごいなぁ。ちょっとジャグラーコーナーを見ていきたいと思います。あー、すいません、どうも。ジャグラーコーナー。あ、ジャグラーも横綱確定ありますね。横綱確定台のジャグラー、ジャンキーはお客さんが座ってますね、もう。となると、横綱確定台の鬼武者か、あとは軽い台ですね。これで攻めたいと思います。鬼にするか？鬼のがいいっすかね？鬼にすっかな。今日ハズキ打とうと思ったんだよな、俺。ちょっとハズキちょっと見ていいですか。ハズキね。あ、これ一回も引いてない。こっちは、お、すごい。ビッグ21のバケ11回。データの方見ましょう。32回、合計で32の480だから、セノブが5。150分の1くらいですね。今日ちょっとね、やっぱ鬼はね、やめといて、ハズキでいきたいと思います。では、早速、ユニバーさんの出番だ、ハズキちゃん、行ってみたいと思います。大好きな日暮らしを横目に。じゃあ行っちゃおうかな。ここ狙いのかな？バーを狙えって言ってた？あー、目押しが。あー、ちょっと早いな。静かだね、ほずきちゃん。よいしょ。ベルセン、ベルセン、ベルセン。いやー、どうした？静かだぞ。やばい。追加投資、追加投資したいと思います。マジかー。はずき、どうした？びっくりしたぞ。どうした？静かだぞ。ベルセン、お、ちょっとあっちんじゃねえ、これ。あっちんじゃねえか、多分な。稼働中、なんだ、なんでもねえのか。なんでもないみたいな。お、また来た、また来たぞ。頼むぞ、今度は。花火の音はチャンスの今年。チャンスの今年、分かったよ。ダメだ。はずきチャンスが揃わない。
セクシー急げ急げよ俺名前は怖いの差し入れだよおお差し入れカードチェリーですね頼む大丈夫おお来た来た熱いねこれあダメダメ？ダメ？ダメみてえだ。よし。発展。やっと。これは最後のチャンスだ。弱い行くよ弱いね多分これラストプレイスラストだったら何の狙いよな胸2枚使い切れなかったコインが2枚です胸今日鬼武者横綱だったじゃないですか本当の鬼横綱ですか本当ですか間違いないですか今日も確認とかできちゃうんですか大丈夫ですか大丈夫ですかマジですかちょっと見せてもらいましょうねうん。ハズキ打たないで鬼武者を打てばよかったんじゃねえかっていうのがこれで証明されるってことですね。マジですか？お、本当だ。横ですよ。ロ、横綱ですよ横綱。鬼武者打っときゃよかった。はい、実戦終了実戦終了惜しくも4連勝ならなかったですね胸もうなんと、葉月チャンスを1回も引くこともできずにですね、投資が3000円の残ったコインが2枚獲得したのがですね、1枚1500円相当のせんべい2枚をゲットしましたもうね、こればっかりはあそこで鬼に行かなかった俺のね判断のミスだと思います鬼武者に横綱を入れちゃう素敵なお店の宣伝をしたいと思いますなんと3月の10、11、木金ですねもう恒例になっております6ビート 2Days 開催しちゃいますもうね、さっきも見ていただいた通りに鬼武者あとはね、今日はあとギラジーとかあとは、忍び魂もね、あとジャグラー、みんな大好きジャグラーとかにもね、横綱バンバン投入しちゃいますんでね、ぜひぜひ、近隣の皆様、近隣じゃない方も駐車場ありますんでね、ぜひぜひこちら、埼玉県春日部市の春日部プラザ、来ちゃってください。今日僕は負けました。次回は頑張ります。引き続き、応援の方、よろしくお願いいたします。次回は、勝つよ。